ジョージ・キャンベルリードはアメリカ海軍の士官で、米戦争中は半層フリゲートコンスティチューションの乗員であった。その後、アルジェリア沿岸及びインド沿岸で勤務した。最終階級は少々。1788年1月9日、コネチカット州グラストンベリーに生まれる。16歳の時に士官候補生としてアメリカ海軍に入る。 リードが最初に乗り組んだのは、半層フリゲートコンスティチューションで1806年のことであった。この時の艦長は、おじであるヒュージ・ジー・ギャンベル大佐であった。このおじとの関係から、二人の大意とウィリアム・バローズの異世界の密告者であると疑われていた。長い間、ウールジーと何人かの士官は、密告者との扱いに文句も言わずに耐えているリードを遠ざけていた。 実際の密告者が艦長の世話係であると判明したとき、ウールジーはリードに謝罪し、なぜ本当の密告者を告げなかったかを尋ねた。リードは、そんなことをしたら、私はあなたが非難するような密告者になってしまいますと答えた。それ以来、ウールジーはこの事件をリードの自精心と自尊心の例としてしばしば取り上げた。 1810年、士官候補生としての6年の勤務後、リードは大尉に昇進した。米英戦争中は、アイザック・ハル大将が指揮するコンスティチューションの上院であった。1812年8月19日、コンスティチューションが英国フリーゲートギリエールを撃破した時、ハルはリードに対し、英官に乗り移り降伏を促すように命令した。2ヶ月後の10月25日、 リードは、スティーブン・リケーター大将の、フリーゲート・ユナイテッド・ステーツの上院として、英国フリーゲート・マケドニアンを打破した。1815年の第二次バーバリ戦争では、小型スクーナー・チッペワの定長を務めた。1816年に中佐に昇進し、地中海及びアフリカ沿岸で任務に就いた。大佐昇進後の1825年には、コンスティチューションの艦長を務めた。 1838年から1839年にかけてインドで米国船を襲っていた海賊船の総統を行った。1839年から46年にかけてフィラデルフィア海軍施設長を務めた。リードはトーマス・ジョーンズ大将、マシュー・ペリー大将、エリー・ラ・ベレッテ大佐、アイザック・マイオウと共に士官候補生の昇進試験の評議委員を務めた。 再び海に戻り、1846年から47年まではアフリカ艦隊、1847年から49年までは地中海艦隊の司令官を務めた。1861年に南北戦争が勃発すると、リードは再びフィラデルフィア海軍施設長となった。1862年7月には少々に昇進したが、 1>, 1ヶ月後の8月22日に死亡した。遺体はフィラデルフィアのローレルヒルレー園に埋葬された。ありがとうございます。